俺の志、この命。敵の先鋒を崩し、関ヶ原の北を抑える。先行しているサトルの別動隊と協力せよ。偽りの軍師、嶋佐君を包囲した。撃ち取れ。この程度の傷、なんでもない。我が軍のさ、松の山に陣取る小早川の様子が昔、奴が裏切れば即西軍本陣になる。本陣を襲われればこの戦は終わる。義経、お前の大家どもは何故とどまり我らを睨んでいる。何、小早川殿が動いたら援護せよと申し伝えよ。毛利の通り、三成が出陣要請に出向く。この秀吉様を支えてきた雪長の危機、見過ごせぬ。助かった。ここは一旦引かせてくれ。運命を整えて再び参戦する。今弁当を食べている最中だな。残念ながら毛利は兵を動かせぬ。さすが家康、毛利に手を回していたか。広い家らを倒さない毛利の加勢は望む。手負いのまま戦われても迷惑のだけだ。一度本陣を組め、手当てをつけ。わかりました。俺が戻るまで粘ってくださいよ。
いい流れを引き込めたか。今のところ我らが有利だ。今押し切る。この愛か。行け。開門。西軍本陣に敵勢が入れば敗北は必至。一兵たりとも通してもらう。要塞に行く。三成、その地理最高並ぶものなしだ。
早川の裏切りにより体制は決まった。全軍三成を討ち取れ。西軍本陣と三成が同時に狙ってきた。家康が叶う相手だった。だがここで敵を少しでも多く撃っておけば三成は助かる。勝利を決定づけよ。つまらぬ敵だ。もう終わり。中にはわからぬ。俺の采配こそ天下無双。決して揺るがぬ。今だ。お姉さん、まだ勝負はついていない。三成さん、勝負はもうつきました。これまでです。開門。このままではそう崩れだ。お前は引き、体勢を立て直せ。よし、すまん。お前を逃がすわけにはいかないんだ。俺たちの家、豊臣のために。つまり、もう一度、たちの勝負だ。本日の中で、言うことも聞かず。後のことは俺と正成に任せる。だからお前は安心して秀吉様のところへ行け。勇気する。お前は敗色濃厚となっても一人冷静に戦を立て直そうとしているのかな。開門。負けたら俺の言うこと聞け。いや、貴様の言うことなら聞けるからな。もし俺が死んだら豊臣を頼むぞ。もちろんです。てめえ言うことなんか聞けるか、バカ。家康前連れてって、このロス頭下げさせる。清正、正成、すまない。俺はここで死ぬわけにはいかんのだ。やがては分からぬ。敵将、討ち取ったり。俺も一旦陣に引き、戦況を見極めよう。